皆さんこんにちはマンション管理の柱として資格を生かすというお題でですね2021年度向け管理業務主任者マンション管理士の資格説明会始めていきます担当はレックス専任講師亀田ですよろしくお願いします ははいそれではですねお手元をご用意できましたらこちらのレジュメですね。えー、先ほどちょっとお題にもありましたがマンション管理の柱、えー、ちょっと流行りのねああのー、まあアニメなんか、ね、のちょっとうまく乗っかってますが、えー、柱として資格を生かすというね、えー、お題になっているこのレジュメですね。8ページからなっております。で、えー、まあ聞いてらっしゃるところがですね各、まあ、あの学校で聞いてらっしゃる方はね、えー、まあ受付などに行ってね、えー、これ用意していただければと思います。かららご自宅などねネットで見られる方 まあプリントアウトできるのであればあるいはもしですねご用意できなかったらですねあの画面に映しながら、えー、お話ね、えー、進めていきますので、まあ、画面が見れれば、まあ、それで良いかなっていう感じもありますが、まあ、ご用意できる分ね、えー、この用い締めを用意してくださればと思います。はい で今回はですね、まあ、このお題にもありますように、まあえーまあ、マンション管理に関する資格、えー、ちらっとあります管理業務主任者それからマンション管理士ですね、えー、こちらのですね、えーまあ、資格、えー、どういった資格かというところから、えー、それからその資格が今現在どういう状況かそれから将来性はあるのか。 それから、この資格、まあ、どちらももちろん試験、えー、受けなければいけません。受けるだけじゃなくて受からなきゃいけないんですけどね、えー、その試験、えー、まあどういった形で実施されているのか、どれぐらいの難易度なのか、そのためには、どういった勉強をね、えー、どういった内容でしなければいけないのか。そそしてそうですすね最後になりますがまが、あ 勉強をするためにはね、まあ、私、下にね、レックがどういう形でサポートできるのか、まあ、言ってしまえばどういう講座を、まあ、用意しているのかっていうのがね、最後の少しね、お話しさせていただければと思います。まあ、約30分程度だと思いますので、お付き合い願えればと思いますので、よろしくお願いします。はい、では、えー、こちらのですね、まずはお題になっている1ページ目ですね、えー「家業マンこんな主な仕事は?」とありますで。まずこのページには、 管理業務主任者、それからマンション管理士、こちらまあどういった資格かっていうところがまああっさりの文章ですが書いてあります。管理業務主任者ね、マンション管理士、これ二つの資格ともまあ言ってしまえば。 マンンション管理に関すする法律的な資格ですね、えー、ちょっとネーミングに難があるんですけれども上の方の、えー、管理業務主任者、えーまあ、正式名称ではあるんですがその管理業務主任者の前にねマンションという言葉をつけていただくと分かりやすいかと思いますマンション管理におけるね、えー、その管理の業務の主任者です、はい、それから下の方のマンション管理士これはまあ名前そのものズバリなんですが結構勘違いも多かったりするのでね、えー、マンション管理員さん任さんという形でまあ 思われていいる方も結構多数いらっしゃいます、えー、今まででも数多くですね、えー、そのマンション管理になるための資格なんですかっていうふうにね聞かれること結構ありますが、えー、ちょっと違ってここもね同じようにマンション管理における、まあ、法律的なまあ専門職を担っていくような資格ねマンション管理士、えー、2つの資格ですねいずれにおいても先ほど言った通りマンション管理におけるね法律的なまあ専門家の資格ではあります。 知ってらっしゃる方は結構知ってると思いますしそれからお聞き、えーねえーまあ、見ていただいてる中では管理業者にね、まあ、管理会社にお勤めの方も結構いらっしゃるかと思いますそれから、えー、実際に、まあ、マンションにおいて、えーまあ、理事などの、ね、役員などをやって きたあるいは今現在やってるっていう方まあ比較的身近なところにある場合は、ねえー、知ってらっしゃるかと思いますが、えー、世間的な人数はそれほど多くないといえばその通りなんでねまずそういうどういう資格かというところそれからまあ、えー、現状どういうふうになっているかっていうところね、えー、まずそこから進めていきますがまあ、その前にマンションの管理ね、えー、どういう状況になってるのかっていうところもありますので同じページのそうですねその下ずっとまあ、右下の方ですねまあ両資格 の相関図としてありますがます、あ、どういう立ち位置ですかっていうところで,、ね、でそもそもまあなんでマンション管理の資格が2つもあるのかっていうところもあるので、えー、この点ですね、えー、まあマンションはまあ説明しなくてもわかるかと思いますがそのマンション、えー、大きな建物が多くなりますのでそこの管理をしていかなきゃいけない。えー、管理だっ,って ちょっと考えるとこういう現状が出てくるんですねというのはですねもしあ戸建てにお住まいの方だったら自分の所有物ですからまあこれ自分がねうん千万というお金を出してそして買ったので、えー、しっかり管理していくことになるでしょうそれから、えー、掃除もきちんとそれから、まあ、将来のことに備えてですね、えーまあ、10年後20年後には大きな収電しなきゃいけないそれから30年ぐらいだったら、まあ、建て替えも考えていかなきゃいけないということで、まあ、それなりにね、えーまあ、いわゆる積み立てをしていったりするということもあります。 がマンションも同じように、えー、自分の部屋だけ考えればもちろん自分の部屋なんですけれども、えー、そこはちゃんと管理していくこととなるんですが、えー、どうしても共通の出入り口だというまあ、いわゆるエントランスですねそれから雨風をしのぐような壁やそれから屋上、えー、ですね、まあ、屋根なんかも踏まえて、まあ、もちろんこれも建物の中では1つなんですね。 でそこの管理となるとですね、えーまあ、ここの、まあ、管理組合、まあ、マンションの住民さんたちで構成する管理組合大勢の中で管理していかなきゃいけないというのが現状なんですね。まあそのがそうでしょうけどね。ところが、まあ、これも厄介なことは自分一人のものだったら自分でちゃんと管理する、まあ、ちゃんと管理せずにねゴミ屋敷にする人もまあ確かにいるんですけれども基本的にはね自分のことですからってなるんですけど人間どうしても訪ねにいる とやっぱり人任せ、えー、まあ言葉もうちょっと悪く言うと無関心になってしまっている現状があります、まあ、かといって、えーまあ、マンションの人たちでみんなで使っていく、えーまあ、エントランスとかそれから壁なんかね、えー、これ管理しなきゃこれはもう老朽化がもう早くなるので、まあ、絶対の管理が必要性なんですね。と、まあ、とこころろががううままくいいいかないっていうところがありますで 多くのマンションはどういう形で管理しているかって自分らでなかなか管理が難しくなっているので、えー、管理業者ねまあ、いわゆるそれを成り割としている会社などに管理を委託している状況がありますというところですねそこでまず一つ目として、えー、出てくるのがこのマンションの失礼上の方のね、えー、管理業務主任者ですはいこの管理業務主任者はまあ、言ってしまえばその、えー、委託を受け マンションの管理を行うなりわいとして行っていくマンション管理業者において必要な資格ということですね。はい、まず1つ目です というのはですねまあ管理業者マンションの管理業者としても商売ですからここもあのちょっといろいろ弊害があるかもしれませんが商売やるときはです、ね、どうしてもこういう感覚に陥ることがあります。えー、ある、まあ、お客さんと考えて2人のお客さんがいてですね一人の人はものすごくうるさいんです知識もあるんですそれからいろいろ聞いてくるんです、えー、でもう一人の人が、えー、何も言ってこないんですよそれからそもそも、ま、丸投げで、えーまあ、何も言ってこないというところもあります。どっっちちちがが仕仕事事やややりりすいかってってもちろんこ でもしです、ねまあ、これがもしもし果物屋だったとして2つの果物があって一、えー、つはものすごくいいやつなんですけど一つは悪いやつなんですよ。でこの2つをやっぱり売り切らなきゃいけないっていう時にどうするかですねここね言い,い悪いは置いといてそれからモラルの問題は置いといてですねうるさいお客さんには、えー、いい方の果物を まあ、あんまりうるさくないようなやつ、えー、にはやっぱりうん余ってる方ね悪いとは言いません余ってる方のっていうのはこれ人間常なんですよ。でその時にですねもし管理業者からするとですね、えー、まあいろいろ知識もあってごちゃ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 言ってくるのに比べると、えー、無関心で,で無関心ということはもともとその管理に対する知識が、えーね、自分らでできないからもう完全に丸投げですねそういう、まあ、管理業者からするとそういうお客さん 取っ組みやすしというよりもややもするとこういうことももちろん可能性としてはありますね、えーまあ、管理上自体は、えー、それほど多くかからないのにちょっと、えーまあ、水増しというわけじゃないんですけれどもね、えーまあ、見積もるなけれ多く、えーまあ、ここを見積もったりそれからですね、えー、本当は多数の人数で、えーまあ、やらなきゃいけないところを、まあ、あんまりうるさくないのであんまり知識がないので、まあ、適当にっていうわけじゃないんですけど人員削減しながら。 ということもあるでしょうからもっと究極進めていきますと、えーまあ、これ犯罪になってしまいますけどね、えーまあ、例えば、えー、これ管理といったって、まあ、これはご存知の方多いかと思いますが一、まあ、人一人の、まあ、管理組合の人たちからですね、えーまあ、管理費や修繕積立金ということで月々1万円なり2万円なり預かりますね。えー、ここがもし、えー、100個、まあ え個数が100あるところだったらそれだけでも100万200万一月ですからね年間でいうと、うん千万ってなるわけですねから積み立てていくということになりますと何億円というお金を結局預かって管理していくことになりますので、えー、着服事件とか。 っていうのももちろんありますそれから、えー、これも絶対やっちゃいけないんでしょうけれどもねあのー、まあ、いわゆる水増し工事とか、えー、そういうのあるいはこの管理組合の人たちの、まあ、一部のものとまあえー、結託して、えー、いろいろね捜査、えー、してっていうこともまあもちろん一部ですがただし行われてきたのは確かなんですねさ、えー、まざまな問題点が起こりました。 でまあ、確かに、まあえー、20年前まではです、ね、結構、多かったんですけど、えー、20年前の、まあ、今から2000年ですねそろそろ法律的な義務化をして管理、えー、マンション管理する業者は国の登録制にしておいてそこにおいて、まあ、結局この管理委託契約を結ぶ際の説明どういう管理していくかということの説明契約の際の説明ですねそれから契約を受けた際には、まあえー、継続して管理していくことになります。ので 例えなここれが必要ですこういったものはまあ、やはり法律的にたけたやっぱり専門家しかできないのでっていうことで合わせて2000年にこのね管理業者これをまあ 登録制にしたということといううこもつは、えーまあ、その中で、ねえー、契約関係の、まあ、業務を担うそれから、えー、管理する上で、ね、報告義務なんかを負っていくその、まあ、担い手として、えーまあ、作られた資格がこの管理業務主任者です。で合わせて2001年からね、えー、これはまあ試験として、ね、登場しております。えー、一方 マンション管理士の方はさ、えー、まざまな立ち位置の人いるんですけれども、まあ、必ずしもマンション管理組合が管理業者に管理を委託するわけではありません、えー、一部ですが、まあ、いわゆる自主管理ということでやっておったりします。まあ、その時の時サポートであったり それからまあ確かに管理組合として管理業者と管理委託契約を結んでいたとしても、ね、その契約自体がまあ適切かどうかもっといい管理業者があるのかというところさまざまな面から踏まえてまあ相談業務などに寄っていくのはこのマンション 管理士ととということとなります、はいまあいずれも、えー、専門的な資格ではありますマンションの管理の資格ではあるんですが立ち位置がですね、えー、管理業務主任者の方が、まあ、管理業者において適切な業務を行うための、まあ、専門家。 えー、管理組合から直接的な相談それから助言などをしていく、えー、資格がこれがマンンション管理士ととというところとなりますます、あ、立ち位置が違うんですけれどもいずれにおいてもね、えー、これはもちろん、えー、マンションの管理のところと、えー、まあ、専門的な資格というところとなります。でまあ先ほど資格自体がまあ、世の中的にはそれほど浸透してないということマンション自体はね、えー、浸透してるもののその管理の資格者っていうところで浸透してないっていうことはやはりね管理自体が、まあ、やっぱり専門 専門的な知識が必要となってくるので、まあ、やはりね、えー、その点はやっぱり、えー、しっかりした資格としてそしてちゃんと試験受かってそして、えー、その資格者になっていこうという形に、ね、なっておりますというところですね。で現状や将来性に関しては次のページ、えー、2ページですね。えー、ね、まあマンション管理業務主任者管、えー、業ちょっとね略しております。マンンション管理士、満とね、えーまあ、収入 それからまあ将来性はというところとありますがまずえまあ現状ですがね管理業務主任者の方は先ほどのマンション管理業者におけるまあ重要な任務これを担っていくこととなりますのでさらにですねえこれもその後ね勉強していくが分かることになるんですがそういう専門家であるところをやっぱりね必ず置いてほしいのでまあ一定数の 管管理理業業務主任者を管理業者をとしてはね、事務所ごとに会社ごとじゃなくて事務所ごとに置かなければいけませんっていうねまあ法律上の規制がありますですから、えー、もちろんですね、えー、普通に、えー、その管理業者として就職するんじゃなくて資格者であればまああのー、必ずじゃないんですけど、えーまあ、もちろん資格手当であったりそれから、えー、報奨金であったりそれから、あのー、必ずしも、えー、必要でない業務の中でもですね今は結構あのー。 人事考、えー、効果いわゆる、まあ、あの給料を決める際の、まあ、参考としたり、えー、されていますのでもちろんその点はね、まあえー、安定が、えー、収入というよりも、えー、プラスアルファの分が出てくるのはもちろん当たり前というところとなります。それから比較的ですねこの、まあ、あの結構ストレスがいろいろ溜まったりする、まあ、業務でもありますので比較的業界内のね、えーまあ、あのいわゆる転職なども多い、まあ、業界ですので、まあ、その際にはもちろんね えー、就職に関して有利に働くことはもちろんでしょうかね、えー、その点安定しております。はい、マンション管理士の方は、これも独立、まあ、資格ではありますんで、えーまあえー、3ページに、ねまあ収入のいろいろありますよっていうのを参考はありますが、まあ、本当にピンからキリまでありまして、えー、それこそ趣味程度で、まあ、マンションの、えー、管理組合間からね、えー、相談を受けてる人もあります、それから他のなりわいと一緒にして、えーまあ、仕事してるもんで、もちろんそれだけで、専属的にされてる方もさまざまですっていうことで、 まあどちらかというと使い道としてはね非常に多岐にわたっておりますそれから多少ね多少というかねえステータスもありますのでまあこの点はねもちろんえ独立開業だけじゃなくていろいろな形で進めていけますというねえまあ現状はありますから続いて将来どうなるかっていうところなんですがまあ実を言うとマンション自体の将来は明るくはありません、えー、ですちょっと勘違いしないよねマンションの、えー、まあ将来ですというのはですね この管理業務主任者もマンション管理士もですね。えー、どちらも問題が生じているからこそ、必要な資格であってということは、まあこの資格2つともですね。マンション自体に何らかの問題があるから、それから将来的に向けても様々な問題が起こりうるからっていうところのね資格ではあります。まあ、その点ちょっと言い方なんですけどね。マンション自体が様々な問題点をま含んでおります。今現在もあります。ということからまあ。 具体的なこれはもちろんですね 不可欠だとというところですね将来的にこの資格自体が明るいというわけじゃなくてねまあ一例に挙げておきますと、えー、まあ今現在のマンションはですね本当に多様化がありまして住んでる人ね、えー、それがまあこれが高度成長が済んだ頃にまあ出来上がったようなマンションになりますともちろんここで老朽化が進ぐ済んでおりますもうここでいう老朽化はもう人ですね、えー、高齢の方が多くなってるマンションが多くなってるというところですねそそれからまあそういった方々が 受けた後ね、えー、賃貸に出しているのでまあ、マンションのほとんどがまあ賃貸にまあ、所有者じゃなくてね、えー、っていうこともありますそれからまあその中には今はね、えー、様々なね、外国の人とかが働いておりますのでまあその人たちが入ってくるところもありますコミュニケーションが取りづらいというところもあるでしょうね、えー、それから一つのマンションの中で、えー、まあ,あ 仮想会の方、まあ下の方は、えー、店舗とか事務所で、上の方が、えー、いわゆる住居というちょっと変わったね、えー、形のマンションもあったりするので、えー、住む人も、それから形も様々です。で、そこの一つ問題点として起こってくるのがやはりね建物そのものをちょっと捉えてみると、あの新しいマンションどん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 できているのは確かなんですけど、古いマンションももちろんあります。まあそうなってくると古いマンションには耐震上の問題が出てきたり、えー、それからまあもちろん建物自体がね古くなってて耐震上の問題がなかったも。 えそれからもともと100個あったマンションでえ1人抜け2人抜けえそこが空室になっている状況でえなるとどういう状況になるかっていうとえ100人いたらちゃんと管理ができるんでなんでかというとお金がちゃんと集まってきますからね。 ところが100あるうちの今現在使っているところが10個か20個になりますととてもとても管理が行き届かないっていうことでこれも社会問題となっているいわゆる空き室になっているね空き家マンション何度も結構というか かなりの多さで出てきてきいるのが現状ですですそういったマンションをどうしていくかこれも勉強を進むとすぐ分かるんですがそういった空き家になってても管理が行き届いていない、まあ、いわゆる言葉は悪いんですけど幽霊マンションとかね、えー、ボロボロになったマンションをどうしていくかっていう問題これ実を言うと、えー、いなくなった人のことも踏まえてとにかく全員の位置がなかったらやっぱり取り壊せなかったりするんですね。でそういうい今現在の法律では、まあ 将来的なところまあ今現在発覚しているところもあるし将来的なことも考えるとまあさまざまな問題があるまあそこはさすがにですね、えー、この管理業務主任者であったりかマンション管理士であったりね、えー、するところが担っていかなきゃいけないでしょうっていうね、まあ、その将来的なあやはりね任務などももちろんありますというところで、えー、この資格、えー、ですね、えー、まあ2つともやっぱりこれから先も、まあ、社会的な役割も非常に増えてるというのが現状だということで でその資格のつ、えー、いてはやはりね、えー、試験、えー、これはどういう状況で実施されてるかそれから難易度もどうなってるかっていうところが ページになりますかね。はい。少し飛んでいただいて4ページです。で、4ページにはいつ実施されるか、それからここ数年の合格率、合格者、それから受験者などがありますが、まあ、ここは、まあ、後でね、しっかり見ていただければと思います。ざっくりいきますと、年1回の、まあ、これは試験ですね。管理業務主任者、日程は12月の第1日曜日です。マンション管理者は1週前になるんですが、11月の最終日曜日です。えっと、今日、今、ちょっとカレンダー見たんですけど、 2021年度は官業の方が12月の5日ね日曜日ということとなりますマンション管理士がその1週間前の11月28日の日曜日試験形態は4択です4択マークシートで50問ですねこれを2時間で回答しますこの形式はもう20年のね でその50問で何点ぐらい取れば合格できるのかっていうのがまあここはここ、えー、10年ぐらいですかね、えー、左が管理業務主任者右がマンション管理士で、まあえー、横にね合格率なども乗っけておりますがおおよそまあ50問の試験の中で、えー、7割ぐらいでしょうかね、えーまあ、年によって前後するところがありますが管理業務主任者マンション管理士とも、まあ、だいたい7割前後の点数を取っていけば分かる。 と,いうところですね、えー、それが、えーまあ、合格率として、えー、この2つの資格の、まあ、一番大きな違いとしては試験場のね、えー、管理業主審者が大体、まあ、いい20%前後の合格率、えー、でマンション管理士の方が 7から8ね、えー、これぐらいのまあ合格率ですので、まあ、難しさというとやはりマンション管理士ということでしょうかね。えー、で,すで、まあ、試験会場とったらね、えーまあえー、いわゆるまあ札幌とか仙台とか東京とか大阪とか名古屋とか、まあ、その大都市近辺なんですけれども、えー、そこでね、えー、毎年実施されておるというところです。はい ねえーまあ、だから試験としては比較的取っ組みやすいといえば取っ組みやすいんですけれども嫌なのはこの50問の中身なんですねかかななりり広広域というか広範囲になっております、えー、先にまあその50問、えー、どういうところからの試験が出てきているかっていうところがこれがまた先に飛んで6ページなんですが、えー、これ、えー、実を言うと、えー、1週間前に管理業務主任者今現在あの、えー、この1週 映像を撮ってる今現代なんですけれども1週間前に管理業務主任者の試験があってその1週間前にマンション管理人の試験、えー、2020年度の試験があってそこ、まあ、毎年ちょっとだけ変わったりするんですけれどもだいたい管理業務主任者で、えー、法律系 さまざまな法律があります、えー。民法から区分所有法というところもね、えー、踏まえて、えー、27問でした。それから、えー、まあ管理の一番大きなあところを占めていくまあいわゆる会計お金ですけれどもまあそこのものそれから管理実務的なね、えー、そのものの知識として11問から。 管理する上で欠かせない建築や設備の知識これで12問ですマンション管理士の方も割合は違うんですけれども同じようなね範囲から出題されておりますというところですねざっくり言ってしまいますと法律系で大体60%ね6割程度でしょそれから管理実務としてねまあ5分から1割ぐらいで建築や設備が3割程度という形でこの比率は大体この比率で出題される ただですね、えー、いろんな資格試験見渡してみてですね、えー、法令系ががっつり出てきて、えー、かといって、えー、まあ,あの建築や設備の知識もそれなりにっていうかね、3割程度出てきてますので、まあ、そこ辺も合わせて出てくるってそう多くはないです。ここが厄介なんですね。でさらに言いますと、会計分野、まあこれ、えー、具体的にはあのー。 仕分けしたたりり計算ののね、えー、見方をような問題があったりそれも合わせてなので、えー、結構この中にはいややったことはない、えー、全く初めてだあるいは3つの科目とも全くのって初めてだっていう方はいらっしゃいます3つともですねさすがに何らかの形で経験があるってそう多くはないんですね、えー、これがまああの組みやすい試験ではあるものの中身が厄介だというところねまあ一つですただ そういうところがあるもののですね、えー、比較的この勉強方法さえね、えーまあ、間違いなければ、まあ、比較的皆さんね、えー、短期で合格しているというのはもちろん現状ではありますというところですね、はいえー、この、まあ、試験の内容についてねでまあ1問2問のね、えー、差は出てきたりしますけれども毎年これぐらいの割合でっていうところでしょうかねはい で,でですねさらにさらにまあどういう形で取材されるのかっていうところもまあしたね。であの中にはですねあのこの資格、えー、管理業務主任者もマンション管理者もマンションの管理の資格ですがあの不動産系の資格っていうことでね同じまあグループとしてよくたけしの,のまあ勉強経験を,をやって た後で、えー、この聞いいてらっしゃる師の、えー、勉強した後あるいはもうたっけ師もしっかり受かった、えー、10年前15年前かな受かったんだけれどもというので、えー、その後受ける方結構多いのでまあその時たっけん師で勉強したことが、まあ、比較的比率は全然違うんですけどね、えーまああのー、勉強したところが役立つというところも一 いくらかありますというと思うのね、えー、勝手に、まあ、宅建師の勉強をなされた方なんかは参考にしていただければと思いますねまあ、いずれにせいよ先に渡っていきますで、まあ一言ただなぜこういうね、えー、広範囲のところから勉強しなきゃいけないかっていうところなんですがちょっと戻って5ページ見てみましょうかね、えー、先ほど言ったようにこの管理業務支援者もマンション管理士も、あのー、いわゆる 明るくはないマンンショ先も、ね <laughs> えー、も考えても現状がそこのやっぱりトラブル、えー、生まないためにそれから起こったトラブルを対処するためにっていうことなので、まあ、例えばこれ、あのー、毎年というか5年に1回ずっとね、えー、大きな、あのー、いわゆる調査をマンションの、えー、総合調査してるんですがそこのアンケートになると大体トラブル、えー、この5ページの 大きな番番目の1番目ですねこういうトラブルがありますと大きくはく,くくってですね居住者間の行為マナーをめぐるものそれから建物の不具合に関するものそれから費用負担にかかるものということで大体この3つが占めてるんですよ。で 居住者間の行為マナーをめぐるるものこれ解決すすすと法法律しかかありまません、えー、ですから法令が出てきますそれから建物の不具合できっちりとした専門家というわけじゃないんですけれどもある程度のね知識を知っとかなきゃいけないっていうところがありますので建,物の、うん、建築設備の知識ですねそれから費用負担まさしく会計の問題なんですがあのパーセンテージ見てくださいええー、マナーをめぐるものなどは6割ぐらいですかねえー、それからえー、設備に関するものねえー、3割ぐらいですかね それから費用負担に関するものねこれ2割ぐらいですかね試験の割と比較的るんですねこのトラブルから考えて試験の範囲を作ったわけじゃないんですけれどもやはりこういうトラブルを抱えているのであるから結構多岐にわたる問題これをね取材させてその知識を持っていなければやはりねこの管理業務主任者マンション管理士としてはねふさわしくないということでこれね試験を実施しているところであります。 一発試験でそれから受験資格はもちろんありません年齢性別それから経験これは関係ありません試験はねまあ怖いのは一発試験であることまあ年一回の一発試験であるということねそれから広範囲にわたるただ先ほど言ったように期日はありません4択で50問ねこれをマークシートでそれから完璧はいらないですね7割これは取ればいいというところがありますのでその辺をうまく生かせば えー、必ずというわけじゃないんですけどね、えー、これはもちろん短期で合格するというところはもちろんね、えー、目指していただきたいところではありますというところです。で最後ということになりますがなかなかこういった多岐にわたる勉強ってしづらいところがあります。どっかかかからら手をつけていいいいそれれ何を中心にあればいいか っていうところがありますので、まあそれをサポートしていくのは私たちね、えー、このレックの仕事だと思ってください。えー、レジュメの八ページ、えー、失礼、七ページ八ページにわたって、えー、大きな六番目ね、二千二十一年度のまあ管理業務主任者マンション管理士のまあコーのコースについてっていうのでいろいろあってます。で、基本的には心配しないでください。それこそ言葉の説明からどういう構成から、そしてえ読むときにどういうところに注意して読んでいかなければいけないか、それから試験受かる。 ということが最終目的なので4択ま4択4つのうちから1つ選んでいくんですけど結局ですね1つの文章の正しいか誤っているかこれは積み重ねなんですねですからどういう風に着目して読んでいくかというところねこの合格講座ということでたっぷり時間かけてやっていきますもうもちろん科目ごとですそれから先ほど言ったように試験合格することが最終目標なので試験合格するために一番大切なのは過去に取材された試験 えー、それのね、えー、やっぱり、えー、研究そして、えーまあ、何回も繰り返していくこととなりますので過去問、えー、講座演習講座ねありますそれから、まあ、実践の試験形式に合わせた、えーまあ、基礎陶練から始まって実践陶練、模擬試験とありますので、まあ、ここ、えー、レックに、えーまあ、ここね預けてくださればこの1年の中で、えー、ずっと行ってね、まあ、試験合格に必要なレベルまで引き上げていくという講座を用意しておりますというところです。 それから、えーまあ、先ほどあのマンション管理士、管理業務審ね2つの資格がありましたが、えー、こういう方もいですねあのしょ職業上、管理業務審者だけには絶対行かなきゃいけないということで、まあ今年はもう管理業務審者に限定して絶対受けたいという方に、ねえー、合わせたコーダそれからいや逆にマンション管理士だけ受,か、えー、受けたいという方もいらっしゃいますのでそういう方に合わせた講座ですね。えー、でこれ、基本的にはいわゆる通信形態となっております。 ただここでいう通信というのは別に音声だけじゃなくてしっかりしたね映像とともに皆さんに提供して好きな時に見れるというところね、えー、今現在の流行りの状況ということとなります。ただ、そうは言っても、えー、一番免許の対的 でサボり癖であったりそれからそうですね、えー、ちょくこういうところが、えー、どうなんだって聞きたいっていうところがありますでもちろんこの通信の兄弟の中でもいろいろな質問対応する、えー、まあものは持っておりますがこの7ページの、えー、下の方ですね、えー、少しですね通学デミプラスというものもやっておりまして、えー、その通学デミクラスはですねこれはあくまでも、えー、東京でいうと、えー、渋谷校限定です それから関西でいうと梅田港ね大阪の梅田港限定ですがこの2つの校舎においてまあ通っていただける方に限定しておりますがまあゼミという形式でね生講座これも合わせて用意しております。ここがいわゆる先ほどちょっとありましたがね通学ゼミプラスという形でね官業コース満館コースそれからダブル合格コースということでも踏まえてやっておりますのでまあ大体声聞くとやはりですねあの 映像はいいところはいつでも見れるんですけどサボってしまうといつまでも見ないということがあります、まあ、ところで、まあえー、通学で、えー、スケジュールがちゃんと決まっておるとそこに向けてやらなきゃいけないということね、あのー、そこにうまく使っているというのは、まあえー、結構ね多数の方いらっしゃいますので、まあ、それももちろん用意しておりますというところですね、えー、いろんな形態があります。それから、えー、っとまあ 学習経験がある方とか、それからマンション管理士の方なんですが特にですねあの2つの試験、えー、試験範囲もほとんど同じで、えーまあ、試験形式も同じなんですけど難易度がちょっと違うということとあとは関連性も足せるためにですね、うん、管理業務主任者の試験、えー、を、まあ、前年まで受かっていたらば、えー、ある程度の、ねえーまあ、免除を受けてそして えー、マンンション管理とということもありますでもちろん逆もありますしで先ほど言ったようにね、まあ、どちらか、えー、だけ受けるっていう方もあるしそれから今見たように学習経験ある方用にもね、えー、まあ、合わせた講座を用意しておりますのであのー、自分があに合ってる講座はどれかなっていうところが、えー、まあ、あのー 今皆さ,さんいらっしゃる、えー、各学校のスタッフなりそれからご自宅で聞いてる方はコールセンターがありますのでそこでね必ずね自分に合ったコースもありますので、あのー、うまくこのレックの講座なんかを使ってね、えー、この管理業務主任者マンション管理士まあ それをまあ今年目指すとまあ決めていただいてるからこうやって聞いていただいてると思いますのでねまあせっかく決めたんであったらもう早期決着で今年というかね2021年この決着をつけたいその気持ちで我々レックをうまくね利用してくださればと思いますので参考にしてみてくださいさまざまな割合なんかもね割引なんかもありますのでその点もねうまく聞いていただければと思いますはいまあちょっと30分の時間の中でなんですがちょっと盛り込んでいろいろ説明したのでね。 えー、もううちょっととといい話聞きたいというところがあったと思いますでこの資格説明会自体はねこの後も続いていきますしまあ一部ではありますが私たち、まあ、講師などがね学校に行って生でやることもありますのでその辺うまく使っていただいてそして、まあ、いつまでもねどうしようかどうしようかじゃなくてもうこの際ねやっぱりもう受けると決まって、まあ、受けて試験受けると決まって。 決めたんだったら、ね、もうとっととしっかりやろうというところでそこの一つでも二つでもね役に立てればということでレク用意しておりますので一緒に合わせて頑張っていただけたらなと思います。で、えー、2021年のまあ暮れの試験そして合格発表自体はね2022年になりますけれどもそこでねあのは1年間頑張ってよかったなっていうことでねいろいろな声を 私たち、そして皆さんと一緒に、ね、共有できたらなとは思っております。はいえー、以上、今回、まあえー、マンション管理士、管理業務主任者、えー、2つの資格の制度とそして、えーまあ、試験に関するそして私たちレクとして、ね、どういうサポートができるかというところでお話しさせていただきました以上となりますお疲れ様でした。